こんにちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしんなです。今回はゲームサー様から XBOX 公式ライセンス製品ゲームサー X4 エルロンを無償でご提供いただきましたので、詳しいご紹介や実際にゲームを遊んでみての使用感などをご説明していきます。今製品は2024年5月15日に発売された最新のモバイルゲーミングコントローラーとなっていて、 Android スマホを接続して XBOX クラウドゲーミングや XBOX リモートプレイ、 Steam Link や GeForce Now などを手元で快適に楽しむことができます。これまでにもモバイルゲーミングコントローラーのご紹介を行ってきましたが、今回の X4 エルロンにしかない特徴や魅力がたくさんありますので、これからお話ししていきますね。早速中身の方を見ていきましょう。まず今回はキャリングケースがついています。この中に本体が収納されているという形ですね。キャリングケース自体のサイズは XBOX シリーズ X や S の純正コントローラーとほぼ同じくらいのサイズとなっています。片手で楽に持ち歩けるくらいですね。その他にも箱の中には日本語に対応した説明書、Type-C の USB ケーブル、 XBOX ゲームパスアルティメット1ヶ月分のご利用コード、ゲームサーのステッカーが付属しています。それではメインとなるこちらキャリングケースの中身をお見せしていきます。開けると、おー、こんな形で収納されています。 X4 エルロン本体、そしてサイズの異なる変更可能なスティック4つと D パッド1つもケースの中に付属しています。こちらの本体とっても小さくないですか？今回の X4 エルロンは右側と左側2つに分かれる作りとなっていて、こんな感じでカチッと気持ちよく分離と結合を行うことができます。収納時にはこの状態でコンパクトに、実際に使う時には離して利用するといった感じですね。左右のコントローラーは磁石の力でくっつくようになっていて、力を入れず簡単にくっつけたり離したりすることが可能です。そして各コントローラーのゲームサーと書かれている緑色のバーを上に上げることでコントローラー自体の電源が入ります。スティックのリング部分が点灯するので分かりやすいですね。バーの間にスマホを差し込むことで、こんな形でスマホ用のコントローラーとして利用できるようになります。スマホとコントローラーとの接続は Bluetooth 形式となっていて、 Android スマホでのみ利用が可能。スマホ幅は 68mm から 95mm までが対応しています。さらに今製品はスマホとコントローラーとを離した状態でも使用することができるように作られています。使用感はまさに Nintendo Switch のジョイコンのような感覚で遊ぶことができて、なかなか新鮮です。こういった使い方ができるのは Bluetooth 接続ならではの強みに感じますね。左右のスティック部分にはドリフトが起きないボールエフェクトセンサーを採用していて、操作がスムーズで耐久性にも優れています。こちらでは磁石を利用してスティックの動きを検知していて、パーツの物理的な接触を伴わずドリフトを防止しているといった構造となっています。さらに今回のスティックは付け替え可能なものも含めて6本すべてが金属でできていて、左右の光る RGB ライトの部分には摩擦低減リングも施されています。LBRB を含む各種ボタンは500万回の動作に耐えられるタクタイルスイッチを採用していて、カチカチとした押した感触がはっきりとしたボタンとなっています。押した時の音はこんな感じです。押し心地はものすごくいいですが、人によってはカチカチとした音が気になる方がいるかもしれません。私は最高だと感じます。また ABXY ボタンは着脱可能となっていて、物理的に場所を変更することもできます。 D パッドも同様にカチカチとしたタクタイルスイッチを採用しています。こちらを押した時の音はこんな感じです。こちらもものすごく操作性が良く素晴らしい作りですが、カチカチとした音がしますね。LTRT はアナログトリガー型で、レースゲームなどでも使いやすい作りとなっています。表面ではシェアボタンや XBOX ボタンを含め、現行の XBOX シリーズ X、S のコントローラーに搭載しているボタンを全て搭載しています。そして後ろの部分には
2つの背面ボタンを装備していて、好きなボタンを自由に設定して使用することができるのと、グリップ部分には握り心地のいい滑り止め加工が施され、とても手に馴染む持ちやすい形状となっています。重さは2つ合わせて 186g ほどで、重いという感じはなく比較的軽めです。 250g ほどの重量だった G8 ガリレオと比べると一回り軽く作られていますね。またコントローラー側面には Type-C の接続ポートを1つ装備していますが、イヤホンジャックは存在しません。ここからは私が実際に触ってみての使用感をお話ししていきます。正直使う前に一番に不安だったのは Bluetooth 接続であるという部分。これまで Type-C 接続で利用できるゲームサー G8 ガリレオやゲームサー X2S を使用していたので、無線のモバイルゲーミングコントローラーって動作の遅延とか大丈夫なのかなと思っていたのですが、実際に使用してみて驚きました。ほぼ遅延を感じず快適に遊ぶことができています。そして背面ボタンの存在はもちろん、各種スティックやボタンの配置も素晴らしく、特に D パッドがものすごく使いやすいです。ただ遅延を感じないとはいえ、やはり激しい FPS やアクションゲームをいつものコントローラーのように操作するのは難しいです。がそこまで忙しくないアクションゲームであったり RPG やアドベンチャーゲームを遊ぶのにはぴったりなモバイルゲーミングコントローラーと感じました。何気にコントローラーを離して使用することができる点も見逃せないです。不満点としてはコントローラー本体が充電式であるという点、 Bluetooth 接続であるため仕方ない部分ですが、有線接続で充電なしで使える製品と比べると気になる方もいるかと思います。ただ充電する際には1本の Type-C ケーブルを利用して左右両方ともを同時に充電することが可能とのことです。そして金額面、2024年6月時点での国内 Amazon での販売金額は約1万4000円です。前回ご紹介させていただいた X2S が6500円だったことを考えると倍以上の金額となっています。ただその分様々な特徴やパーツ、高級感を持っている製品でもあるので、金額に見合った作りでもあると感じています。キャリングケース付きなのも嬉しい点ですね。ということで今回はゲームサー X4 エルロンをご紹介させていただきました。概要欄の方に Amazon の商品ページのリンクを貼っておくので、利用してみたいという方はぜひご確認ください。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。